ぼちぼちね、俺もう22、3万、今日も1万、じゃあ1万4千円ぐらい入ってますわ。俺人間ってやっぱ予定があってね、なんだかな、ぼちぼちぼちね、ぼちぼち、22万あったらね、俺の自慢じゃないけど、20万でも30兆円いきますわ。なぜこうしましょうか。インターネット一つだと分かるけどね。まずツール化をね、10万ぐらい。はい、それでも、どこまでも言います。シリウスね。腎臓。よしとよし。インターネット経歴、腎臓。あといろいろ。なんだかな。コダマックは転売で。10億。ドバイの前澤君じゃない。誰だ。俺、前澤君ブロックしてますよ。探してる。あのね、だからね、人間ってね、ちょっとのことなんですよ。別に、まだね、要するにこういうことなんですよ。最初ね、景品やったもんね、景品当たりましたよでしょ。で、登録してくださいまでいいんですよ。登録しよったら、デビットカードもいいですよ。一回登録したんですよ。それがキャンセル食らったからね、向こうとしたら、もう一回やってくださいですよ。俺はどこにあるかわからない。だからそういう状況もあるしよ。向こうの状況もあるし。俺はもうね、アカウント5つ6つあるからね。ジャパネットは、じゃあ、とにかくあるからね。だからそれで今日しよったね。なんかな。俺、本当にやり取りしとったんですよ。どの子の。で、銀行口座を振り込んで、銀行口座でね、これに振り込んでくれって言ったんですよ。ほら、一応一応じゃない、またカードを、もう一回テストしてるんですよ。もうだからね、もうそれでもうブロックしました。ほいでね、俺にしてはね、前澤君で問題にしてない。全く。ね、何を言ったかな。ほいでね、そうそうそう。それね、前澤君にね、例えば、今から10万ずつずっと借りるでしょ。借りるじゃない。もらうでしょ。ね。ほんで100万中借金できる。俺が1兆円とかの5000億作ったらね、前澤君ももうそれから落ちとるからね、貸してくれてくるんですよね。もうそれで100万借りとるからやっぱ世話になっとるから、俺が金出さなきゃ11000万でも。ほんとは俺が損する。だから切った。そういう理由ですよ。賢いでしょ。AB がどういうか。以上、そういうことで、電子書籍はし、1日30冊も作れます。以上、22万。あ、世界出版されとったな。六本木立つや。クラブ春夏。キャバクラ、言うとこ。以上。ミッテラの、なんとか今度、ここにおります。フランスで1位で、アメリカで1位とね。俺、電子書籍失敗したらね、もう一つサービスで。ガバイばあちゃんだんしょ、B&B。ね。B&B。あの人ね、サンマか誰かが、ね、世界出版制やってたんですよ。それしたらね、もう、多分ね、全世界で出版して、映画化されてますわ。もう、あの人に3億、2、3億は大げさだけど、1億から3億なんで稼いでます。ほんで、この頃、PPAP ね、どうしたんでしょうね。ほんで、今日ね、ちょっと堺本町まで運動に行きました。俺は夜の12時に起きて行ってんですよ。ほんで、着いたらね、6時頃着いたんですよ。堺数字本町、6時間かけて。そこでね、なんつうかな。もういろいろしてね、京都銀行行って、そこから帰ってきました。だから運動ですよ。だからこんなことしてるそうやったら、だから俺は大富豪とね、健康やし。以上、そういうことで、皆様が頑張っても無理。バカじゃないけどね。俺は10年かかって、インターネット経歴が22年やから、おっつか。方法はあるけど、教えない。